皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はブルーベリーを食べ続けた結果というお話です。今回はフルーツの中でも、ブルーベリーなどに多く含まれているアントシアニンのがんに対する効果についてのお話です。皆さんはですね、このアントシアニンをご存知でしょうか？よくですね、これ目にいい成分として、健康食品などの CM で耳にします。で、アントシアニンとはですね、これブルーベリーなどの、フルーツあるいは植物に多く含まれている、ポリフェノールですね。これは光合成によってできる植物のですね、色素あるいは苦味成分ですね。こういったポリフェノールの一種です。人間ではですね、メラニンという色素が、紫外線から体を守ってくれるんですけども、植物ではですね、アントシアニンを合成して、これによってですね、有害な紫外線から自分自身を守っています。ですから、このアントシアニンには強力な抗酸化作用があります。で、細胞やですね、動物実験によると、このアントシアニンにはがんの増殖やですね、転移を抑える効果があるということが分かってきました。ですから、アントシアニンをですね、豊富に含む食品にはがんの予防効果が期待されています。例えばですね、こちらはマウスを使った大腸の化学発がんモデルなんですけども、餌にですね、アントシアニンを加えることで大腸がんの発生を優位に抑えることができたと、そういう結果です。で、こちらが、餌にアントシアニンを加えなかったコントロールのグループですけども、このようにですね、腸にたくさん、腫瘍ができているのが分かります。で、一方でこの 1% アントシアニンのグループ、そして 10% アントシアニンのグループでは、がんのですね、発生が少なかったということで、しかもですね、量が多いほど、予防効果が高かったということで、こちらのですね、10% アントシアニンのグループでは、ほとんどですね、この腫瘍が確認できません。こういうですね、多くの研究結果からアントシアニンにはですね、がんを抑制する効果があるということが分かってきました。一方で、このアントシアニンをですね、含む食べ物とがんのリスクとの関係についての、人での研究はほとんどありませんでした。で、今回ですね、アントシアニンの摂取と胆道がんとの関係についてですね、新たなですね、エビデンスが出ましたので、これを紹介したいと思います。で、今年の11月号ですから、本当に出たばかりなんですけども、Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention という雑誌に報告された論文です。アメリカの国立がん研究所が行ったがんのですね、スクリーニングの効果を調査する大規模な研究データを使いました。そして55歳から74歳までのアメリカ人およそ10万人近くをですね、対象として、食べ物からのアントシアニンの摂取量と約9年のですね、経過観察中の、胆道がんですね、これは具体的には胆管がんあるいは胆のうがんですね、その発生率を調査して、その関係をですね、解析しました。その結果ですね、アントシアニンの摂取量が最も多いグループでは、最も少ないグループに比べて胆道がんのリスクが 48% も低下していました。つまりですね、半減するということです。ブルーベリーなどをですね、たくさん食べることで胆道がんの予防につながる可能性があるということです。で、アントシアニンによるですね、がん抑制のメカニズムについてなんですけども、まずこのアントシアニンには抗酸化作用と抗炎症作用の2つのですね、大きな作用があります。で、まずこの抗酸化作用ですね、これによって細胞のですね、 DNA の損傷を抑えることで、がん化を防ぎます。で、同時にですね、この炎症を抑える効果ですね、これによってがんの発生や進行を抑えるということで、これらの結果ですね、がんの予防、特に大腸がんとか乳がん、そして胃がんの予防につながるということです。で、さらに最近ですね、この摂取されたアントシアニンの一部は吸収されないまま大腸に届いて、このように腸内細菌ですね、腸内細菌の環境に良い影響を与えるということが分かりました。で、これによってですね、免疫のシステムが活性化されたり、あるいは短鎖脂肪酸など特定の代謝物が増えることで、がんの発生あるいはですね、進行が抑えられるというふうに考えられています。アントシアニンを多く含む食べ物としては、まずですね、フルーツではベリー類、特にブルーベリーとかビルベリー、カシス、
ブラックベリー、そしてアサイベリーにも非常に多くのですね、アントシアニンが含まれています。それからブドウですね。そしてナス、黒豆、赤じそ、紫芋、紫キャベツ、こういったものがあります。ですから、こういったものをですね、食べることをお勧めします。はい、というわけで今回はブルーベリーを食べ続けた結果というお話でした。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。